っていうのをあの考えましたので、それを一緒にやっていきましょう。それからちょっと、ギター質問コーナーっていうのをやってみようと思っておりますので、はい、歌とおしゃべり、やっていきたいと思います。はい、ということで、働かまみて言うのよ。
はい、始まりました。ちょっとみんなのことが全然見えてない。みんなのあ、なんかまたみんなのなんかこうコメントが今ね、スマホでちょっと見てるんですけど、スマホが、あ、ちょっとね、今日は、はい、ちょっと待って、さっきね、ちらっと見たんだけど、あ、今日はね、エフェクトを切ります。2回目っていうことでだいぶ慣れたので、ちょっとエコーを MC の時は切る、歌う時はつけるということを今日はやっていきたいと思います。もし歌う時にエコーを切るの忘れたら言ってください。はい、切ります。はーい、あ、はーい、ということで、あ、そうだ、じゃあね、今日ちょっとなんか BGM もちょっとできるかも。 BGM もかけちゃおう。ちょ、かかったかな。BGM かかってる？みんなありがとう。なんかいっぱい見てくれてありがとう。え、BGM かかってる？全然私聞こえないんだけど、 BGM は自分で。こんなもんでいいんかな。よいしょ。はい、ということで、BGM 聞こえる？みんな。はい、ということで、え、なんかさ、ちょっと待って、さっきちょっと、もうこれ本当にこっちの見方が全然分かんなくてごめんなさい。あ、あ、分かった分かった。なんかスパチャくださってた方いらっしゃったでしょ。ちょっと待って、ごめんね、ちょっと この見方が分かりません。あ、ありがとう。金城清さん、ありがとうございます。歌う前からありがとう。はい、はい、ということで、じゃあちょっと始めたいと思います。ですね、今日は、そうだ、みんなにちょっと、みんなにさ、これを見せたいと思ったんです。これね、この前お正月配信の時に、そこにね、飾っておいた松なんですけど、スーパーで買ってきたんだけどね、松になんか棒がついてんなと思ったんですね。棒がついてんなと思って、なんだろうこの棒と思ってたら、1ヶ月経ったらつぼみがついて梅が咲いたんです。見えますか？びっくりした。私、こんなちっちゃな梅が咲いたんだよ。みんな、1ヶ月経って梅が咲いてよ。ただの棒だと思ってたものが実は梅だったんだよ。すごい感動して、これをみんなに見せたいと思って、なんか醜いアヒルの子じゃないけど、アヒルだと思ったら、アヒルだと思ってたら白鳥だったっていう、そういうような感動がありました。はい、まだまだ寒いけど、梅もこうして開いてね、もうじき春がやってくるというね、そんな今日は配信にしたいと思います。はい、ということで、明日、立春なんで、暦の上では明日から春ということで、はい、みんなでお祝いをしたいと思います。じゃあ、乾杯しようかな。今日も乾杯しようかな。はい、じゃあみんな、飲み物を用意してくださーい。私も用意しております。ちょっと、あ、なんかすごい少ない、なんかちょっと、なんか足りなくなっちゃいそうで。はい、じゃあね、みんなが飲み物を持ってくる間にちょっとまた一曲
歌います。でみんな BGM 聞こえてんの？これ私の方に全然聞こえてないからね。どうすればいいんだろう。これでこっちちょっと切るね。じゃあね、 BGM ね切ってエフェクトを入れて、はい、じゃあみんなドリンク持ってくるタイム歌います。今日は節分なので、ちょっとそれっぽい鬼にまつわる曲を歌うかなと思います。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、ひとつ私にくださいでした。はい、今日は鬼の退治みんなでしましょう。ということでみんなドリンク用意できたかな。では乾杯しましょう。では乾杯しようじゃありませんか。昨日知った言葉に私、立春大吉っていう言葉があるんですけど、なんかすごい縁起のいい言葉らしくて、縦書きで立春大吉って書くと左右対称なんで裏と表がなくなるっていうことで、なんか縁起がいいらしいんですね。それでちょっとみんな福を招きたいと思います。じゃあ立春大吉乾杯でいきますよ。いきます、せーの、立春大吉乾杯、イエーイ。はい、ということで喉が鳴った、喉のチューニングがされました。はい、じゃあね、みんながドリンクを飲んでる間にね、一曲歌っちゃおうかなと思うんですけどね。はい、ありがとう。じゃあ今日はちょっと鬼にまつわる曲を歌ってみたいと思います。この曲は結構チャレンジングな、自分にとってはちょっと難しいんで、チャレンジの曲ですけど聴いてもらおうかな。
しい思いに囚われたり、残酷な世界に泣き叫んだ。去年一昨年公開になった鬼滅の刃の無限列車編の、主題歌のリサさんの炎を歌わせていただきました。今日はね、鬼退治ということで、はい、歌ってみました。ではここでですね、ちょっとコーナー行ってみようかな。はい、じゃあ今日はちょっと歌わせていただくと嬉しいな、ほむらね。よいしょ、難しい曲なので。ありがとうございます。ちょっと待って、なんかスパチャの見方がわかんない。またスパチャくださってる方がいらっしゃるんだが、見方がわからないのです。どうしたら見えるんですか。あ、どうしたら見える、見方がわからない、どうやったら見えるんだ。すいません皆さん、こっちの状態に私はわからないです。ちょっと一回PCMかけてみよう。
合ってるかな。みんな金城さんがスパチャくださったのと、リキさんありがとうございます。みんなありがとう。あ、今ちょっと今やっとみんなちょっとコメント読んでますよ。ありがとう、みんな、あ、みんな拍手ありがとう、ありがとう。ムッシュさんありがとうございます。あ、ありがとう、みんな読めてるかな。私なんかすいません、なんか前スパチャのだなんかくださったのが、私コメントがあなんかちょっとあんまりちゃんと読めないので、スパチャくださった方はちゃんとお読みしたいと思ってるんですが、これどうやってやったら読めるのね。読めるの、ごめんね、遡ってこんな感じ。はーい、という感じで今日はコーナー行きたいと思います。BGM かかってるかしら、大丈夫かな。はーい、ね、今日は鬼退治のコーナーまず行きたいと思います。みんな参加してください。はい、ね、鬼退治、ね、ちょっといろいろ、はい、皆さんなんか怖いものとか不安なこととかありますか？私が代わって鬼退治しますっていうコーナーなんですけど、豆を買ってきました。はーいこれでーす、福豆。静岡県の八田さんっていうなんかお寺、あの有名なパワースポットがあるんですけど、お寺であのご祈祷済みの豆らしいですっていうので、あの売ってたんで買ってきました。はい、でこの豆を使って、今ね豆をこっちにも入れてあります。でこれでお庭外やります。はい、で今日は鬼役ちょっと登場してもらいたいと思います。はい、鬼役の本日の鬼役はこちら、ででーん、あ、ででーん、この方が本日鬼をしてくれまーす。はい、今日はちょっとこの前、あのお正月の時はお餅の台がなかったんで、みんなに見せることができなかったんでね、ちょっと台を用意しました。台を用意しましたよ。で、もうちょっとで今日は鬼を、はい、じゃあこちらに鬼を置いて、で鬼は外で、私か、豆ぶつけますよ。いいね、いいね、このいいねちゃんに。でこっち福は内の豆をこの中に入れますね。ここに置いてありますね。はい、じゃあやりまーす。はーい、じゃあね、まずあのみんなの鬼を、みんなが退治したい鬼を、私があの鬼は外って言って、鬼は外するんですけど、まず霊として私の鬼を退治してみたいと思います。良いですかな、良いですかな。私が、あ、みんなも一緒に鬼は外言ってください。ぜひ私が退治したい鬼を一緒に退治してください。私が退治したい鬼は確定申告怖いの鬼を退治したいんです。
皆さんは確定申告進んでますか？あのフリーランスの人は特に、あの会社員でいらっしゃる方とかは関係ないのかもしれないですけど、フリーランスの方、あのもう確定申告3月15日に提出しなきゃいけないんですけど、私ね今年は本当に、去年は結構頑張ってコツコツやってたんですけど、今年は何にもやってなくて、レシートの入力とかなんかその領収書とかなんかいろいろそういうの何もやってなくて、それも入力しなきゃって思うともうすごい苦しくなって気が重くなって、なんかあのいつも頭の片隅にあるんだけど、もう本当にそういうのが苦手なんでできないんですね。でちょっとその確定申告怖いの鬼を一緒に退治してくれませんか？そしたら私明日から頑張ってレシートの入力とかなんかいろいろ書類作りとかコツコツ頑張って、明日から3月15日に向けて頑張ってやろうと思うので、ぜひ皆さん鬼は外と付き合ってください。じゃあ行きますよ、皆さん行きますよ。確定申告怖いの鬼は外。おりゃー外ベン倒れないね、これこれ倒れたらすごいな、この豆の強さでこの子を倒したらすごいな。いきます、確定申告怖くないおりゃー外ベン。あ、ごめんなさい、ちょっと違うとこ行っちゃった。あ、強い跳ね返された豆が。みんなもやってくれてるかな、おりわー外。じゃあ福は内行きます、福は内。明日からちゃんと確定申告の入力ができる、楽しくできる福は内。明日から確定申告の準備がスムーズにやることができる福は内。えい、はい、ということで鬼退治できました。明日から頑張って確定申告に向けて入力をしたいと思います。はいね、これでちょっとみんなが応援してくれてると思ったら私頑張ってできるかもしれない。これでみんなが鬼を退治してくれたんだと思ったら、そしてね、服がきっとしっかり確定申告した暁には還付金という服が入ってくるかもしれないんで、それを楽しみに頑張りたいと思います。はい、鬼は外のコーナーこんな感じなんですけど、何か私に鬼は外やってほしい鬼ありますか？皆さん教えてください、コメントで。それでみんなで鬼は外、鬼は外やりましょうか。さてみんなちょっとどうやってやったらいいのこれ、みんなに届いてるかな、このコーナー届いてる？このコーナー届いてるの？ありがとう。ちょっと待って、コメント戻ってさかのぼってね、コメント、あ、ありがとう、ちょっと読みますよ。ちょっとごめんね、ごめんなさいね、大丈夫かしら。ムッシュさんが、あ、鬼の、あ、鬼じゃないよ、ムッシュさん、さっきくださったムッシュさんまでお名前読んだかね、私読んだかな、ムッシュさんありがとう。よっち、よっちよしさんありがとう。はい、ありがとう。大丈夫かな、そこの配信、大丈夫、こっち見てて大丈夫、ちょっと待って、みんなありがとう。あ、そうだね、コロナ退治しよう、そうだよ、コロナ退治をしよう、コロナ退治やろうね、みんなで。じゃあさ、コロナ退治をしましょう。待って、ムッシュさんさ、大丈夫だった、ムッシュさんはあれだね。じゃあ
すごい、みんなありがとうね。コロナ大事をしようね、まず。あと他に税理士に頼もうとかいろいろあ、お庭外みんな言ってくれてありがとう。あ、深刻なアルバイトしてる方がいらっしゃる。お庭外倒れんあ、すごい、経理なんですか、経理科さんなんですか、よちさん。呼吸が必要、あ、これ私もこの鬼をなんとか豆で倒すにやっぱ呼吸が必要だったんかな。きっと順調に、みんな優しいね、順調にできますよって、すごく手伝いたいですって言ってるあ、ごめん、いろいろ、あ、そうだね、みんなそうだよね、みんなコロナだよね、コロナ退治したいよね。うん、すごいね、鬼コードの克服とかもしたいよね、うん、よーし、みんなでコロナ退治しよう。じゃあ行きます。じゃあコロナがねちょっと長引いてますけども、みんなで辛いこととか悲しいこととか大変なこととか皆さんいっぱいあると思うんですけど、心になんかこう楽しいこといっぱい思い浮かべて、退治しましょう。思い浮かべていなくなれーって。じゃあ行くよー。どうぞコロナいなくなってください。コロナさんお疲れ様です。いなくなってください。お庭外。やったー。一発でできた。呼吸を使ったらできました。鬼のみんなごめん、ちょっと私一発で倒しちゃった。もっとみんなで鬼を合わせてやりたかったよね。もうちょっと、もう一回やりましたか。じゃあちょ、みんなの気がすごかったかもしれない。これみんなの気が、みんなの思いがすごくて鬼が倒れた。もう一回いきます。はい、コロナ外。あ、すごいちょっと威力、なんか知らないけどこっちがついて、なんか画面がいきなりついた。何なんだこれちょっとよいしょ。さて福アーチもやっとこう。ありがとう、いいねちゃんありがとうね、ありがとうね。はい、じゃあ皆さんが幸せでありますように。福アーチ、福はうち。コロナさよなら、ありがとう、コロナさんありがとう、さよなら。福はうち、またみんなで集ってライブとかね、できたり、好きな人にいっぱい会いに行けたりしますように。福はうち、福はうち。あ、すごい、今倒れそうになった。すごい、鬼が退散し、もう福はうちで鬼が倒れそうになったよ。こりゃもうソロ明けも近い、今ちょっと大変かもしれないんですけど、もう最後のあがきっていうところで多分明けが近い気がしますね。明けが近いよ、うんうん、はいはい。さてそんな感じかな、みんな他に大丈夫。これは結構すごいかもしれないね、みんながこうお庭外と思ってくれてると、コロナ外と思ってくれてると、これ倒れるね、倒れるよ、すごい。はーい、じゃあいいねちゃんもうやめてあげてってごめんねごめんねごめんね、いいねちゃんいいねちゃん今日顔見せてないね、見せてないね、顔見せてないね。はい、こういう顔してます。じゃあそんな感じかしら、もう大丈夫かな、みんな鬼は外。クワウチみんなしてくれてありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。はーい、
ギターが上達しないようにとか、なんかそういうギター上手くなりたい人のあれする？じゃあ、はい、じゃあそんな感じで、ちょっと待ってよ、他に鬼鬼ちょっと私すごいごめんなさいね、このコメントを見るのに全然慣れてなくて、本当に慣れてなくてね、あの全然見れてないんですよ。でもちょっと鬼退治したい人どこからかな、怖い嫁とか老いが恐ろしい、なるほどこれもわかるね、インドネシアから見てくれてることはいる、ありがとう、なんだろう、あ、怖いのは F の F コード、じゃあみんなのやつここに心に持って、こう F コードがある楽曲怖いね、怖いよね、ギターを弾けば弾くほど迷子になってしまうというみんな本当にギター真面目に練習してて偉いな、お兄さんチェックは あ、みんなあれだね、コードギターの押さえ方とかそういうやつね、儲けすぎて怖い、儲けすぎて怖い人めっちゃいいなこれ、羨ましいんですけど、あれちょっと待って、セリウス深刻コロナ退治、そうだね、苦手なバレーコードを退治しよう、臆病な心ね、おなんかすごいねこれ、私もそうですよ、僕の鬼はフリーランスの僕の心の中の弱い鬼です、自営業をちゃんとできるかどうか不安な僕の子弱い心、はい、これも私もすごい共感しちゃうわ、鬼コード病気ね、豆の呼吸ごめん、なんか読み忘れてる、読めない人がいたらごめんなさいね、どうしよう、じゃあみんな、じゃあ自分それぞれの鬼思い浮かべて、みんなコードギターのやつとかさ、あのうまくできないとかいうやつとかで、ちょっと私一個すごい共感しちゃったやつ、フリーランスの僕の中の心弱い心です、自営業をちゃんとできるかどうか不安な僕の弱い心を退治したいですっていうのに、私も自営業ってかフリーランスなんで心が弱まる時があるので、あの一緒に退治したいと思います、みんなもそれぞれ自分の対立したいものを思い浮かべて、鬼和さと一緒にやりましょう、行きましょう、じゃあこのパワーが宿った豆で、行きますよ、ブリベアサービスさん、弱い心、自信、ちょっと自信なくなるようなくなっちゃうような弱い心をね対峙しましょう、ではいくよ、皆さんも一緒に言ってください、私に続いて、鬼は外、お、ちょっと強いね、いくよ、弱い心、鬼は外、あ、強い強い、
じゃあ最後の一撃いきます。皆さんのなくなってほしいもの聞いてください。なくなってください。思いを込めて、鬼は外。あ、ダメだった、ダメだったけど、おいいじゃん。あ、はい、ということで弱い心退治しました。じゃあ福は内もやっておきます。福は内、はい、自営業でもちゃんとできます。福は内ちゃんといっぱい稼ぎます。福は内、勇気を持っていろんなことができるようになります。福は内、怖いなと思ってることにも挑戦できます。福は内、みんなにいいことがたくさん起こります。福は内、はい、これで皆さんの鬼がいなくなってたくさん春が訪れるでしょう。ということで鬼退治のコーナーでした。いいにちゃんもお疲れ様です。苦しかったね、鬼の応援で苦しかったと思うけど、ありがとう、いいねちゃん、ありがとうございました。はい、ではこの子、この方ちょっと今日は見守っててもらいます。ここに、いてね、今日は行ってください。あ、ちょっと立たないけど、はい、ということで皆さんありがとうございます。鬼は外、福は内、この福は、福豆は私が後でゆっくりいただきます。福をたくさんいただこうと思います。はい、はいはい、はいはい、さてさてさて、ちゃんとコメントを強めてんのかな、大丈夫かいな。はい、ではでは、また一曲歌いましたらですね、一曲歌いましたらですよ、また次のコーナー行ってみたいと思います。さあみんなのね、みんなの怖いものや不安なものや、なくしたいなと思ってるものが小さくなって、いい感じで幸せいっぱい溢れることができるようにね、本当にやりたいことができるように、みんなが本当にやりたいことができるように、お願いを込めて歌いたいと思います。久しぶりに歌います、私の曲です。約束の意味
ありがとうございます、あなたと私のいつもの話っていう曲でした。はー、久しぶりに歌いましたけどもね。BGM かかってた？もしかして BGM かかりっぱなしだった？もしかしてちょっとこれ、こういうのやっちゃうから嫌だよね。もうね、 BGM かかりっぱなしじゃなかった？私大丈夫？せっかくむっちゃ心込めて歌ったんだけど、BGM かかってたかもしれないね。いや、しょうがないね。また頑張ろう。あれ？まゆさん、10ドル、これ10ドルで合ってる読み方。スパチありがとうございます。みんなありがとう。
拍手ありがとう。あ、まゆさん、素敵な歌声とギター憧れます、素敵といただきました。もうそんなこと言っていただいてありがとう、嬉しいです。すいません、いただきましてありがとうございます。みんな優しいね、ありがとう。あ、 BGM 聞こえません。あ、よかった、よかったよかった。なんか BGM の扱いがちょっと難しいね、私にはまだ。さっきでもなんかこっちにさ聞こえないから BGM がね、どうなってんの、どういうシステムになってるのか分かんない。ちょっとまた勉強しておきます。はい、ではでは、ここでまたコーナーね行きたいと思います。皆さんの、ギターの質問なんかありますか。ギター質問コーナー、ギターの質問にお答えできればなと思います。なんかね、コメントとかで質問くださって、それに私がコメントでちょっと返すっていうのが語彙力がないっていうか、文字で伝えるのがすごい苦手なので、なんかこう質問いただいた時にこういうふうにやるんだよっていうふうにやったりして、お答えがもしかしてできるのかなと思って、ちょっとやってみることにしました。じゃあ私の読解力が、みんなの質問の読解がちゃんとできるかが問題ですけれども、なんか質問あったらください。お答えできる限りちょっとしようかなと思うんですけどね。なんかありますか、ありますかね。そうだね、私もね、本当にみんなと一緒に学んでいますよ、ギターね。分かんないこともあるけど、はいはい、ちょっと待ってよ。じゃあちょっと行ってみたいと思います。腱鞘炎にならない方法を知りたい。ほう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 、うん、腱鞘炎になってるってことですか。すごい、めっちゃ頑張って練習してるってことですよね。えらい、うん。力抜くこととあれだよね、やっぱちょっと伸ばしたりした方がいいかもしれないね。こういうのとかやって、こっちかな、こっちだよね。結構頑張ってるらっしゃるんですね。ちょっと休み休み、なんか長時間やるよりも短いスパンでこうやった方がいいかもしれないね、練習ね。私も気をつけてる、その長くやんないように。ギター0018 へのこだわりとか、曲によってこのギターとか弦はこれなのかとか教えてほしい。また0018で私の好きな C アドナインスは、あ、どのような音に聞く、あ、こういうのいいね、弾いてくださいってやつね、コードの響きね。あー、オッケーオッケー。こだわりとか曲に、このギターはストロークにはあんまり多分向いてないと思ってて、私向いてないっていうよりは多分アルペジオとかの方が合うよって買う時にも言われててですね。あ、これつけなくてもいいか、カボ。C アドナイスの響きですね。C アドナイスの響き。このギターちゃんはね、チューニングがまずあんまり合いにくいっていうので、いろいろね、癖が強い子なんですよね。だけどね、可愛いんです。はい、C アドナイス、こんな響きになります。合ってる ?C アドナイスはどのような音に聞こえるかやってほしい。これだよね。あ、ちょっとなんかチューニングずれてないか、大丈夫？ちょっとなんかずれてるかな。最近弦はね、前はマーチン使ってたんですけど、エリクサーがいいですね。なんかすごい持ちますね、あれね。C アドナインス、C アドナインス。このストロークはすごい、ストロークってかこのコードのチェンジはすごく使えますね。これこことここだけ動かしてるだけなんですけど、
C アドナインス G っていう感じで、とってもコードチェンジちょっとで済みます。はい、大丈夫かな、こんな音がしますよ。はい、そしてドライフラワーの弾き方講座を毎日練習しています。 B7 がいつもわちゃわちゃしてますが少しずつ弾けて楽しいです。あー、お疲れ様です、ありがとうございます、練習してくださって。あ、ちょっと変になっちゃった。うんうんうん、 B7 がわちゃわちゃ、そうだね、 B7 いっぱい出てくるもんね。 B7 はこうだけど、私こっちの方がね断然よく使いますね。あとこっち、これもあるけど、これの時私あのね小指間に合わない時はもう小指使わずこの3つだけでやって、 上の方だけピッキングしてこんな感じで使ったりとか、下までいっちゃうとちょっと音変になっちゃうんで、もうここだけ鳴らすみたいな感じでこの 3つでやっちゃったりとかもします。はい、ありがとうございます、練習してくださって。ギター練習の初めにウォームアップとかしますか？全然しないです前はしてた前はしてた、前はめっちゃしてた。もう最近はもうね、しないんですけど、前はもうこういう練習してましたよ。こういうなんか下手くそだけど、今指動かすやつね、なんかスケール練習みたいなやつをやりました。あ、下手だね。もう最近やってないので本当に下手くそなんですけど下手くそこういうメトロノーム鳴らして、それこそチクタクチクタク、それに合わせてスケールの練習っていうのをやっていました。はいね、やってたよ。最近はでもいきなり曲の練習とかしちゃいます。はい、ニューヨーカーズスタイル、なんかすごいずっと、ごめんなさい、こんなゆっくりやっててダメだね、時間かかっちゃうね、ごめんなさいね、ちょっとどう目に入ったやつやりましょうか。じゃあどれがいいかね。ごめん、こっち見ちゃってごめんなさいね。ああちょっとね、これまた変な、ちょっとさっきの桃太郎の歌は練習したの？それともメロディーが分かれば弾けちゃうの？もしメロディーが分かればギター弾けるという簡単な方法があれば知りたい。あ、ごめん、私ね練習しないとダメなんです。なんとなくでこうコード分かっちゃう人とかいるんですけど、私はごめん練習して臨みます。まあ簡単なやつとかだったらたまに分かる時もあるけど、まあ練習しますね。すいません、そうだね、メロディーが分かればギター弾けるという簡単な方法があれば知りたい。これはね、だいたい曲によってキーっていうのが決まってるから、シーンとなった、ごめん BGM 流れてないんだね。この曲は何のキーなのかっていうのをまず調べて、でその曲にキーに使われるコードは何種類ってもだいたい決まってるから、その主に使われるコードはだいたい決まってるんで、その中からこれかなこれかなって感じでだいたいなんとなくでできるようになると思います。その曲のキーを調べて、その曲のキーに使われるコードをピックアップしておくっていうのは割とおすすめかなと思います。はーい、そうねー、これね静かになってね、 BGM があればいいんだけど、 BGM がもしかしてなんか流れてないかもしれないね。もう分かった、 BGM は長すぎて終わっちゃったのかな、ごめん。じゃあちょっとあんまシーンとなってもあれなんで、ちょっと喋りながら行こうかな。コードを押さえるときに脱力する方法を教えてほしいです。左手が疲れてしまいます。あ、こっちがね、押さえるときに脱力する方法を、そうですね、コードをこれはもうなんかね、点って感じ、なんか全部を押さえるんじゃなくて、なんかあるね一点の点を見つけて、そこの点をキュッ、そこに一点に力を入れるみたいな感じですね。すると割と
他は疲れない、その一点集中の場所だけが疲れて、他は割とね力あんまいらない感じかな、テコの原理みたい なんかそんな感じですかね伝わったかしら。はい、あとはあ、これね、コードチェンジの間に捨てストロークというかごまかし的な音は雰囲気でしてますか。あ、これはすっごいありますよ私。あのチェンジの時にあの何にも押さえてないけどこうやってなんかやってますね。大げさにやるとそうだな、わかりますかこれ、手離してこれやっちゃってます、この音鳴らしちゃってます結構。なのでコードチェンジってみんな多分こうやって素早くってやんなきゃいけないと思って頑張ってなかなか間に合わないって思ってらっしゃる方も多いかもしれないんですけどます。こっちはもうあのこっちがこちらが定期的なあの一定の動きをしてればまあジャカジャカ言ってもそんなに気にならないと思う。なんかドラムと同じでやってますね。はい、はーい、そんな感じかな。みんなどうかな、分かったかしらね、分かったかしらねってか伝わったかな伝わったかな。なんかね、そうギターの動画を、まあ、週1で出させてもらってて今ね、まあどんな動画みんな嬉しいかなと思って、どんなこと知りたいかなとか、いつも探してます。なんかそうだね、なんかさ私シンガーソングライターなのでこう曲をね、まあ、作ったりもするんですけど、曲作りが好きなんですけど、曲の作り方とかさレクチャーしたらみんなやったりしますか。作ってみたいとかあります、ギター弾きの皆さん。なんだろう、オリジナル曲作って見たいとかいうのないそれちょっとハードル高いかな。それとかそうだね、そうそう、あ、それなんかさみんなさ結構ストローク結構聞くのが、ストロークがやっぱり一生懸命練習してくださってるみたいで、ストロークの動画めっちゃ結構伸びやすいんですけど、どう？ストロークのやつとかがいい？それともなんか私アルペジオの方が実はすごいよく使うのね。でアルペジオって結構でも多分難しいっていうイメージがすごいあるから、あんまりアルペジオはしたくないですっていう方もいらっしゃるかなと思って、アルペジオどうだろうと思って、アルペジオの動画とかどうなんだろうとかね、いろいろ考えてるわけ。なんかご意見あったら教えてください。あ、曲めっちゃ作りたい、おーいいね。あ、本当曲の作り方知りたい、うんうん、アクケで曲作ってみたい。あ、そうか、いいね。なんか私もなんかこうアクケの曲作り方こういう風にやると曲なんとなくできるよっていう、なんかやってみようかな。前もねそう、あとアルペジオはなんかこの前思想の動画出したんだけど、思想でこのコード弾けるよっていうやつね。でなんかね、本当はアルペジオバージョンもアルペジオだったらこれ弾きますっていうね、お店で思想するとき弾きますっていうのね、作ったの本当は。だけどちょっと難解かなと思って、まあ、結構難解かもしれないと思って、ね、やめたんですよ。いつも私が思想って弾くやつなんかこういうアルペジオ、そう作り手の YouTube、
キキから決めて曲作ってますか。さっき言ったら、シャッフルストローク VT やっぱあれだね、みんなあれかな、ミュートミュー、ミュートじゃない、ミュートじゃない、シャッフルストロークとブリーチミュートと、あれこっちのやっぱジャカジャカ弾きたい感じがあれかな、多いかな、のかな。だね、曲作りのやつもやってみたいし、アルペジオのやつもやってみたいし、引き続きあれだね、結構あれですか皆さん、一緒に練習する系の方があれかな、あの一緒にちょっと辛いこのずっとジャカジャカやってるやつを、私がこうやって一緒にやってる動画出したらそれに合わせて一緒にやったりするとか、そういう方があれですかねいいですかね、そういう方がいいかな。なんかあと辛い練習の後に、終わった後にすごいとか言ってるの分かるけど、褒めるやつがついてるとか、褒め言葉が毎回ついてるレッスンとか、そういうのがいいかなとかいろいろ考えてるわけですよ。そう、みんなが楽しくギター弾いてくれるといいなと思って考えております。なのでぜひぜひよかったら教えてくださいませ。はい、ありがとう、みんなコメントしてくれて。アルペジオの練習もしたい、ありがとう。初心者がアルペジオするのに適した、あ、そうだね、初心者がアルペジオするのに適した練習方法、そうだよね。アルペジオもさ、私も結構適当とか言っちゃってさ、適当にやればいいよみたいなすぐ言っちゃうから、そうじゃないよね。いろいろこういう風にやったらいいよっていうのがあるのありますのですよ。こうやってやったらいいか、こうやってお教えしたいっていうのが最近出てきたので、また作ろうかなと思いますね。あ、アタックミートのアルペジオね。そうだね、みんな褒めてくださいっていうね。スリーフィンガー、そうだね、スリーフィンガーあれだよね、難しいもんね、上手くなりたいよね。ストローク関係、一弦の気分、ストロークの妙な癖、そうだね、ストロークは計算してどこの音を鳴らすかっていうのをできるようになるといいよね。ギター教室やってほしい。あ、そうだよね、褒められるとテンション上がる。僕は中国の頃ギター一周出せしましたが、 YouTube があれば。そうだね、今本当にいいよね、 YouTube でさ、いろんなことが勉強できるから、私も本当にあれなんですけど、いいなと思うんですけど、アルペジオ、ピックでやる、あ、そうだね、ピックでアルペジオも実は難しいんだよね、難しいよね、私もそんなに得意じゃないんだけど、これも多分練習がすごく必要ですよね。大体ギターの練習は反復練習ですからね、反復練習がやっぱり主になってくるので、そうだよね、16ビートで歌に合わせられない、ゆっくりになるので歌に合わせ、そう、これもね、本当にね、あれなんですよ、反復なんですよね、練習ね、リズム取れるようになるっていうのがすごい大事です。最初は簡単なリズムで、最初から16ビートやんなくてよくて、じゃらーんで、最初にまずは歌えるようになるとか、そういう風にやっていくとね、だんだんできるようになる。だからちょっと時間かかるかもしれないですけど、最初から難しいことをやらずに、コードに合わせてメロディーをゆっくり歌うとか、そういう感じでやっていったらいいかもしれないですね。はーい、はーい、課題曲をみんなで編集してる、ライブ配信でみんなで、そうだね、なんかあれだよね、みんなでこう聞かせ合ったりっていうのも楽しそうだよね、つながってね、なんかみんなの演奏とかね、やってみたいですね。はいはいはい、そんな感じですかね。みんなありがとうございます、お付き合いいただいてね。じゃあ、曲作りのメロディーと詞をどちら先に作りますか、それともメロディーと詞を同時に作って、あ、これはね、同時に作ってるんですか、それともメロディーと詞を先に、メロディーと詞どちらを先に作りますかですね、曲作る時にね。これは私は一緒に出てくる時もあるし、でもそうだな、なんかメロディーの方が多分すごく作りやすいです、メロディーの方が作りやすくて、最近詞はちょっと作るの難しいなと思ってるんですけど、音楽、歌作るの、なんだろう、音楽ギターはやんないけど、
あの歌詞を作ってみたいっていう方もいらっしゃるかな。あの作詞とかもすごいいいですよね。自分の気持ち表現するのすごいあのいいです。癒しです。そうね、ズームとかでねみんなでやってみるのもいいかもね。はい、人の前で弾き語りするのは練習したんですか？練習しました。めっちゃ練習しました。人前で弾くのは緊張しましたね、最初ね、ストリートライブとかやってね。はーい、じゃあそんな感じでね。はーい、じゃあギター質問コーナー、こんな感じで今回はおーあれにしようかな、一回区切ってみます、区切ってみます、またちょっとじゃあ、いや、じゃあまたちょっと一回歌挟もうか、一回ね歌挟みましょうか。はい、挟みましょう。あ、そう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 、ちょっと歌さいっぱい、ちょっといっぱいじゃないけど、ちょっと歌っていいですか。ね、ありがとうございます。なんかね、ちょうど1年前の今日、2月今日3日ですよね、ちょうど1年前にあの細胞の歌っていう曲を私リリースして、ピアノの曲でね、させていただいた、リリースさせていただいたんですけど、なんかちょうど1年経ったんだなと思って感慨深くてですね、ちょっとその歌ちょっと今日歌いたいなと思っているんです。細胞の歌ちょっと歌わせてもらおうかな。はい、じゃあ歌って今私歌を歌いますので、よかったらその間にもし質問が湧いた方は、あの質問ね送っといてくださったら後でねちょっと読もうかと思うので、よかったらね、ギターのお悩みとかでもいいですよ、くださいませ、コメント。それでも季節
ありがとうございます。細胞の歌歌わせていただきました、ね、ギターをこの曲自分で作っといてなんですけど難しいですね。ギターでいい感じで弾くのは難しい。あのピアノのめっちゃあのピアノで歌ったバージョンすごくお気に入りであの YouTube に上がってますのでね、よかったら見てください。細胞の歌ね。はい、じゃあ皆さんあれかな、あれしてくれてるかな、あれコメント質問、春の日ありがとうございます。特に人差し指使わない G 鳴らしています。そうだよね、あのね私 G がね結構人差し指使わないってあれ人差し指を使わない G 鳴らしています。そう、私ちょっと G 押さえるとき癖があってね、こういう人差し指と中指はなんかこういうここでこういう G を弾きながら人差し指と中指を動かしてあのなんかおかずみたいなのを入れるっていうのをよくやるので、たまにこういう風に字を押さえてる時あってここがないみたいな、ここでもちょっとあの薬指の腹でミュートされちゃってるんで若干あのいつもあんまり鳴ってなかったりする時もあるんですけど、なんかねこういう風に押さえてる時があります、はい、癖ですね。ギター鳴らしながら話すのすごいありがとう。ギターはかなり使い込まれてると思いますが、愛着あ、これはね、1965年製のマーチンでね、中古のやつをね買ったんです。私これなんか見た目がすごい好きでね、そうだから最初からねこういう感じなんか削れてたりとかして、それで裏はなんかこれ絵の具なんです。これ苔じゃないですよ、絵の具です。
なんかペインティングライブっていうのをやったことがあって、画家の方が絵を描い、私の歌に合わせてなんかその即興で絵を描くみたいなのをねやって、その時についたあ、私が白い T シャツ着てて、それにこうギター弾き語りで絵を描いて、ギター弾き語りやってる白い T シャツで弾き語ってるところに絵の具でこうやって絵を描いていくっていうイベントがあって、それでついちゃった絵の具で、なんか思い出にそのままにしてあります。はい、そんな感じ。あー、またチャット、あ、スパチャありがとうございます。これまゆさんまた、うん、ありがとう、嬉しい。これって読めるのかな、どう、ごめんなさい、どうやって言ったら読めるのかな、ちょっと待って、ちゃんと読んでただっけ、これあれ、これってさっき読んだやつなのかな、ごめん、なんかここに出てたからあれと思ってた、いろいろすいませんね。あれ、難しいやり方が、コメントの呼び方難しい。ギターバージョン、アコギでじゃらんとした金属的な音を出す手本としました。あ、ドライで繊細な音が好き、ありがとう、嬉しい、繊細って言ってくれて、ありがとう、みんな拍手ありがとう、拍手ありがとう、あ、質問に答えてくれてありがとうって、ありがとう、ありがとう。あ、マミさん、マミさんじゃなくて自分の名前言って、マユさんありがとう。一音一音、一言一言が心に染みます、細胞の歌、本当に心に届きます、ギターバージョン聴けて嬉しい、ありがとう、私もあのお届けできて、聴いてくださり本当ありがとうございます、嬉しいです。あー、浅野佐藤さん、細胞の歌いいですね、好きな曲です、あ、ありがとう、その佐藤さん嬉しいです。その佐藤さんがね手伝ってくれたやつですね、ありがとうございます、嬉しい、いや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 嬉しい、聞いていただけて、はい、さてさて、じゃあそんな感じで、特にみんな質問とかもう落ち着いたかな、落ち着いた感じかな、大丈夫かな、みんな夜遅くまでお付き合いありがとうございます、嬉しいですね。ちょっとじゃあまたあれしようかしら、歌いましょうか、今日はね、ということで、なんか鬼にしなんだやつをね、あれ、ごめん、ちょっと私この質問のてかコメント欄のよ、本当にこのコメント欄にすごく読むのが慣れてなくて、ごめんなさいねあ、また図書館の静けさになっちゃった、ごめん、今日そのために図書館の静けさにならないために BGM 用意してたんだけど、 BGM さえももうなんかならなくなっちゃったね、なんかごめんなさいよ、なのでちょっと何かブツブツしゃ、なんかみんなが暇しないようにブツブツ喋りながらなんかやろうかな、待ってよ、私読み飛ばしたりなんかしてるとこないかな、さっきの、みんなね忙しいのにね、こんな
一緒にお付き合いくださって本当にありがとうございますね。そう、ペインティングライブとかしたんだよね。あ、ごめんごめん、 この辺から読んで、この辺ちょっと私見てなかったのかな、もしかして。あれ、ギターと歌はどのくらいのバランスとか意識してらっしゃるんですか。ギターと歌はどのくらいのバランス、あ、これってなんだろう、歌の大きさとか練習比合かな、練習度合いかな。私は正直歌がすごいメインですね。でもギターの、レッスン動画とかを YouTube で出させてもらえるようになってから、すごいギターの練習をしています本当に全然そんなにあれなんですよ、まだまだ足りないんですけど、皆さんと一緒になんかこう学んでるっていう感じで、練習をしています。でも私にとってはやっぱりちょっと弾き語りっていうのがすごいやっぱ自分の中で大事なので、弾き語りっていうカテゴリーで弾き語りを練習しています。はい、そんな感じかな、そんな感じで伝わったかな。そうね。新品とヴィンテージ買うならどっちがいいですかというご質問はね、あ、これはもうね、どっちっていう感じじゃないと思います。今度買うなら多分私は新品を買います。この子はヴィンテージなんですけど、やっぱりいろんな面でねボロくなってるとこがあって、まずペグ変えたでしょ、でネックは反っちゃったからロッドがついてなくて、直せなかったので打ち直しで、ここ変えるだけで20万円とかかかったんですよね。なのでお金がかかりますヴィンテージはお金がかかる。新品 のしっかりした自分が気に入るやつを買うといいんじゃないですかね。もう私はでもまあこれも人と同じですね、出会っちゃった、もう好きだなと思っちゃったらもう中古でもあれでも新品でも、引いてみて、あ、この子だって思ったらもうその子ですきっとね。そうね、素敵なギター買ってくださいね。そっかそっか。おすすめのアンプありますか。アンプ私全然詳しくないです、ごめんなさい本当にごめんなさい。もう本当にね、あれですね、弾き語りバカですね。あんまり本当に詳しくないのよ。そうね、そうなのよね。 ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。あ、先生の迫力のストローク、マイクとピックアップの音の割合か。あー、なるほどなるほど。こういうのはあれですよね。私の今はどうやってやってるかっていうと、これなんていうかな、エレアコじゃないので、マイクをここにつけてるんですね。マイクっていうか、でそれをつけてエレアコみたいにして使ってるんですけど、ここでシールドで音をまず出してるでしょ。これはなんだろうな、音量的にはなんか半分まで12時って感じで、ここにコンデンサーマイクがあって、ここの音も拾ってます。これは拾ってて、これは何時 ?3 時っていうつまみなのでそんな割合そんな割合ですね。でも私はこっちからよりもいつもねマイク取りの音の方が好きなので、コンデンサーで拾ってる音、 YouTube で出しているのはもうほぼほぼ、まあ、こっちもやってるけどこっちの方がメインです。コンデンサーで拾う方がメインになってます。あ、君はロック聞かない、練習してますが初心者すぎてストロークがあんまりできません。あ、そうだよね、本当にストロークね、君はロックとか全然難しいんですよ。こっちがね、あいみょんさんの曲16ビートがすごく多くて、最初は本当に16ビートからやると難しいんで、全然もう最初はち
こういうのでいいと思いますよ。じゃなんで。って感じで一じゃらんやりながらでいいと思います。歌いながら、うん、そう最初本当にだんだん増やしていってください。このじゃらんをこうやってだんだんこうやって。だんだん増やしていけばいいです。こっちはね、そうと思います。はい、ゆっくり、こっちはシンプルで大丈夫です。左手の指先にタコができるのは普通のことですか？普通です。これはもうめっちゃ私もすっごいできてて、ずっとできてて、これができると超楽になりますよ。ここの押さえる時にこのタコがないと痛いじゃないですか。それなのでこのタコができちゃえば皮が硬くなってるんで、痛さが半減します。なのでタコができたらって感じ、そのタコを維持してくださいって感じですね。はい、シャボンやってニューパンツはいいわ。あ、これあれですね、コメントで答えてくださってる方いますね。指先のタコ普通ですよとかね。あ、ライブはやってますか？愛知県に来ることがあったら見たいです。ありがとう。最近は全然遠くどこにも行ってなくてライブやってないんですけど、またあれしてください。と行くときは来てください。はい、ありがとうございます。とか聞きながら歌うのはアンビリーバブルなんですが、慣れれば普通なんですか？そうですね、難しいと思います。弾きながら歌うのは、だけど両方を鍛えるって感じかな。歌となんかね、一緒に練習するとね、なんかでどっちつかずになって同時にやるとあんまりなんかこう上達していかないんですよね。なのでなんかこう、ギターはギターだけでちゃんとこうなんていうかな、1234 1234 1234 2234っていう感じで、こういうのに合わせてカウントしながら弾けるようになることが大事で、で歌の方も1・2・6なんて聞かないと思いながらって感じで、こうビートをちゃんと出してなんだろう、歌えるのになれる、ビートを刻みながら歌うのになれると、それを合体した時になんかいい感じでできるようになってると思う。このビートになれるすごい、これをやらせて、すごい、もうこれを話し出すとすごい熱く長くなっちゃうんで、動画があるんでよかったら見てください。歌うと弾けないってやつだったかな。そうそう、もう本当にでも歌いながら弾くの難しいっていうのはあるあるなんで、そうだね、そう、何回も何回もやるといいと思います、ビートに合わせてね。力の入りすぎ、左手の指のコードを押さえて話すときに余計な音がします。アルペジオで弾きたい弦に指が合わないです。どんな練習をすればいいですか？左の指のコードを押さえてこうやって話すときにこういうなっちゃうんですよね。そう、話すときにちょっといそうだね、力入れすぎて話すときにも力入っちゃってるって感じかな。アルペジオで弾きたい弦に指が合わない、こっちがってことですか？そうだな、アルペジオはね、一回指をここにセットしちゃってもう決めて、こういう風にね、親指は5弦、で人差し指は4弦とかで、中指3弦で、薬指2弦か、こういう風に合わせちゃって、もうこっから指動かさないみたいな感じで
あんまりこっちを動かさないっていう風にやるとセットしちゃう、もうこっから動かさないみたいな感じで、とりあえずこうやって弾く練習とかするといいかな。もし難しかったら、でも本当に慣れるっていう意味で親指だけこうやってやるとかね、これだけこうやってやるとかね、なんか一気にいろんなことをやらないで一個のことに集中するっていうのがいいかもしれないですね。コードを抑えながらが難しかったらこれだ、これでもいいです。こういうこういうこっちこっちだけこっちだけに集中して、こうやってこういう風にまずこっちだけ練習するね。こっちの指はコードは、コード弾くときアルペジオやりながら、難しいときはコードチェンジだけ練習するときはこういう感じとかね、なんか分割して細かくしてその1個を練習するといいんじゃないでしょうか。はい、とかな、とかかな、ごめん意味が、ごめん私の読解力があのあれかもしれないけど、伝わってなかったらすいません。練習するものを意識して、簡単にして練習する。あ、タコができました。よかったです。ありがとうございます。トゲの花とか真夜中の旋律とか歌いたいですね。でも超この時自分で作っといてね、なんなんですけど難しい。歌うのが弾き語りが超難しいからなかなかできない弾き語りが。はい、指引きな、私は弾きながらじゃないと弾きながらじゃないと歌えません。なかなかいいですね、これもね、いいですね。みんな人それぞれだね。人差し指のバレータコが赤切れのように切れて一時期生が大変でした。指の手入れ何かしてますか。あ、本当ですか。それはそれは痛かったですね。私はね、指の手入れは本当に私もちょっと冷え性だったりとかして指がこう割れやすいですよね。ここ赤切れみたいになりやすいので、これで何かっていうよりは元からで、やっぱ痛いと押さえる時痛いんで、引く時も痛いんで、お湯で食器洗いとかする時、お湯使ってやる時にお湯は良くないので、ちゃんと手袋をはめて、でとにかく乾燥とそのお湯で水分が取られちゃうのをすごい気をつけてて、クリーム塗ったりとかしてます。はいそんな感じで大丈夫かな。ありがとう。絶景もね、そうだね、今度またやりましょうね、弾き語りで。ギター弾くようになって左手の指が伸びた。あ、すごいね、伸びるんだ、いいね。伸びるかもね、ちょっと長さ変わるもんね。あ、質問答えてくれてるね、みんな。ギター挫折しそうになった時インスタでマミさん見つけてまた練習を再開。あ、この嬉しいですね。1年出せました。分かりやすいギター講座でマリーゴールドの弾き語りをなんとか人前でできる、おお、できるようになりました。嬉しい。あ、ほんと良かったです。ぜひぜひいっぱい弾いてください。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。皆さん、ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます、皆さん。大丈夫かな、ごめん、なんか、飛ばしちゃってたりとか、すっごい私、慣れてないので、コメント読むのにね、答えてもらえなかったっていう思っちゃった方は、ごめんなさいね。じゃあちょっと、もう結構いい時間になってきたね。皆さん本当にお付き合いありがとうございます。はい、
じゃあ、ちょっと少し歌を歌おうかな。みんなありがとうございます。今日はね、節分なので、すごいコメント読み出すとずっと読んじゃうね。アルペジオでね、難しい時あるからね、あれしようね。これはもう本当にそうだね、アルペジオの動画も作ろうかな。じゃあまた今日はこの曲にチャレンジします。私、せっかく節分なので、また鬼の挫折しそうな方、挫折しないで、一回休んでもいいから、また改めてチャレンジしましょう。そういう、もう無理ってなったら、休み休みちょっとずつやっていけば大丈夫です。じゃあこの曲をちょっとやってみます。ちょっとこれ入れる、ちょっとこれはね、私もこれまたチャレンジングなこの曲です。傷ついても立ち上がる。
ない。どんなに打ちのめされても守るものがある。守るものがある。はい、ありがとうございます。鬼滅の刃の挿入歌ですね。中の鬼滅の刃の挿入歌のかまど炭治郎の歌を歌わせていただきました。なんかいろいろね、本当に生きてるとなくすものばっかりですけど、失って失ってばっかりで、だけどね、まあ生きていれば儲け者ということでね、生きていきましょう。あ、皆さんありがとうございます。拍手いっぱいくださってね、ありがとうございますね。そうね、ギターの練習とか何でも、もう本当に歌もそうだし、ライブとかもそうだし、もう全然なんかやってもやっても上手くならないとか、もう全然できるようにならないとか、本当に成長しないとかって自分で思う時もありますけど、まあ生きていればね、いつでも練習もできるし、その時々の歌が歌えるし、みんなさんにもこうやって聞いてもらえたりしてね、幸せです。皆さんもぜひなんかこううまくいかないことがあったら、ちょっと休憩してね、諦めずに、なんか楽しく練習なりなんかいろいろなさってくださいまし。はい、ですです。さて、じゃあもう時間も遅くなってきたので、ちょっと曲であれしていきましょうかね。だんだん曲を歌いながら締めに入っていきましょうかね。今日も皆さん本当にね、お付き合いくださって本当に幸せですよ、ありがとうございます。この前ね、お正月の配信の時に楽譜がなくなって歌わなかった曲があります。お正月配信のやつを見てくださった方は分かる、ちょっと思い出してくださったかもしれないですが、ちょっとそれをやりますね。じゃあ、はい、何の曲でしょうかね。なんか、ちょっとチューニング変だね、ごめん、チューニングします。しかもよかった、もうエコー入ってなかった。悲しいとか悔しいとかムカつくとかネガティブなものってありますよね、気持ち的に。まあそういうのは今日鬼と思って、鬼を鬼の鬼退治やりましたけれどもね、私も自分の中のネガティブな感情とか弱さとかを消したいとか思って、悲しみとかも消したいと思って鬼にナザレーテに退治したいなと思ったりしたけど、でも悲しいとかムカつくとかそういう感情とか、なんか感動するために私人間って生まれてきたのかなと思って、そういうのもちゃんと感じて、人生を生きようと思います。悲しい時は悲しいってしっかりと悲しめた方が楽になる時もありますよね。もし皆さん悲しいなって今思うようなことがあった時は、どうぞ存分に悲しんでですねください。じゃあ行きます。
なんか喋ってたらなんか忘れちゃった。いただきました。これがこの前なくした楽譜のやつでした。はい、そんな感じで今日も、あ、もうね、もう終わりだね。21時58分だな。はい、ということでありがとうございます。今日もお付き合いいただいて、最後にじゃあ一曲また歌ってやれしようかしらね。あ、皆さんパチパチ拍手いっぱいありがとう。ありがとうございます。ありがとう。今日は本当にあの節分、みんなと過ごすことができてよかったです。なんかあの昔は立春っていうのは新年、今でいうお正月だったそうで、なのであの節分っていうのは昔は大晦日みたいな日だったそうなんです。 なのであの私は結構いつも立春とか、ね、結構気にして生活してるんですけど、
こういうなんか大事な日とかイベントごとのイベントごとを、みんなで皆さんと一緒に過ごせたら嬉しいなと思って、また配信もやりたいなと思っているんです。そういうなんかこう行事の時にねです。なのでまた何か行事がある時はやるかもしれません、やるかもしれませんか、定期的に配信を やっていこうと思ってるんで、参加していただけるととっても嬉しいです。今日はいろんなコーナーもやりまして、いいねちゃんにも登場していただいて楽しく過ごせました。明日からまた立春で、まだまだ全然寒いですけど、徐々に春も来ると思うので心の中はあったかくして、だから自分の体もあったかくして春を待ちましょう、春を招き入れましょう。はーい、という感じで今日もじゃあ最後の歌は私の歌を歌わせていただこうかな。はい、いつも本当に皆さんありがとうございます。じゃあ最後の歌ですね。本当に8時からずっと見てくださってる方本当にありがとうございます。どうだな、じゃあ心の中はいつも今まだいろいろ思う通りに生活できない方もぜひぜひ夢を見て心の中をいろいろ開けたら、あそこに行こう、ここに行こう、あの人に会おう、妄想を繰り広げて心の中であったかくして過ごしましょう。じゃあ魔舟の歌という曲を歌います。今日は本当にありがとうございます。
また聴いていただきました。あ、皆さんありがとうございます。あ、ちょっとなんかいっぱいなんかスポチャくださってるじゃないですか、皆さん。ありがとうございます。ちょっと待って、さかのぼって読ませていただきますね。ちょっと、ありがとう。ちょっと待ってよ。ありがとうございます。岩本浩二さん、ありがとうございます。ハミさんのギターと歌声ってずっと聴いていたくなる、終わらないでーといただきました。あらら、ありがとうございます。ね、寂しいですね、終わりたくないですね。木村浩一さんでいいの？私読み方が合ってた、違ってたらすいません。木村さん、ありがとうございます。はい、あ、パオさんもありがとうございます。ハートが飛び出してる、かわいいみかんちゃん、みかんかな、ありがとう。皆さんありがとう。はい、犬山翔太さん、ありがとうございます。一足早い完璧です。あ、嬉しい、服が、早速服が来た週の歌名曲すぎということでありがとうございます。はい、皆さん、皆さん、いろんな本当に拍手とかコメントとか本当ありがとうございます。はい、ありがとう。あ、クロスドミナンスブルーさん、ありがとうございます。今日も今回も楽しかったです。配信ありがとうございました。いただきました。あ、いつも見てくださってありがとうございます。あ、みんなありがとう。いっぱい拍手ありがとう。拍手ありがとう。嬉しいです。はい、みんなありがとう、ありがとう。はい、あ、まゆさん、またまゆさん、今日いっぱい投げてくださってありがとうございます。旅した気分をたっぷり味わえたよ。今日も素敵な配信ありがとうといただきました。こちらこそです。本当ありがとうございます、皆さん。はい、ということで、ではですね、今日も本当に皆さん大丈夫かな、読み忘れてスパチャくださった人、ごめんなさい、読み忘れてたらもうコラって言ってください。大丈夫かな。また後でちゃんと皆さんのコメントとかもちゃんと見直そうと思いますので、本当にありがとうございますはい、ということで、皆さん明日からまた立春ということで、楽しく、ささやかな日々の幸せをしっかりと感じながらいきましょうね。またお会いしましょう。またやりますね。またイベント配信できたらいいなと思います。じゃあ皆さん遅くまでありがとう。おやすみなさいです。良い夢を見てください。今日もじゃあ今日はイネちゃんも、イネちゃんでまたねで終わります。はーい、またねー、またねー。じゃあちょっと時間経ったらあれします、切ります。はい、またねー。お疲れ様、皆さん、みんなお疲れ様。服が来ますように、みんなに、みんなに服が来ますように、みんなに服が来ますように。またねー。